今日は師走のお忙しい中を、令和5年度最後の今更聞けない皇室研究会にわざわざお足を運びいただきましてありがとうございます。あの今ちょっと全然関係ない話けど、隣の会の方がこの会わざわざ開けて見に来たんですね。何だろうと思って私調べたら、新垣邦夫という社会党の副党首なんですけど、出てきた人たちがほとんど中国人なんです。だからなこの国はどうなってる、もう見ましたよね、顔もう全然違うし、中国語で喋ってるんですけども、私あのプライベートでワシントン DC っていうところ、あのどうしてもアーリントンに行きたかったので行ったことがあるんですけども、あの中でホワイトハウスとかそのフェデラルという国立のものがいっぱいあるんですけど、もう半端じゃない警備なんですよ。ちょっと私は外人なんでうろうろしてるともうすぐ呼び止められて、あと入り口のなんていうんですかね、その防御っていうか、それもいきなりこんなのが出てくるようなものすごい防御で、やっぱこの国は今ちょっと自民党がガーガーやってますけども、安倍さんがあんなに悪者になっちゃって、もう中国からもアメリカからもなんていうんですかね、攻められてっていうか、やっぱり日本人がここで頑張って、まあとにかく選挙に行ってね、何よりもあの自分が信じる政治家なりをあの応援するってことがとても大切だと思いますが、でもこの国会の衆議院会館っていうね、立法をする議員さんがいるところにもうほとんど8割が中国人ですよ。こういうことが本当に起きてるっていうのが恐ろしい現実だなと思いまして、まあ皆さんそんな感じでご近所ご家族の方々はまあ本当に何が言いたいのかよく分かんないですけど、まあ頑張ってあの孫や未来の日本人のために、まあ、頑張りましょうということで、それでは今日先生、本年度最後の研究会お願いします。で皆さんもどうぞ良いお年をお迎えください。先生それでは、あすいません、国家先生お願いいたします。というね、国会議員の部屋に入ってたそうですけどね、まあ、大変分かりやすいんですけど、そのね、北朝鮮の人もね、もうちょっとこう尾行を巻くとかさ、他へ寄っていかれ行くとかさ、あまりにもあからさまに近藤昭一のとこ行くなんてのはさ、全然なんていうの、あからさますぎて面白くないんだけどね。
まあ要するにそういった人たちがいっぱいいるわけですよ、黒金会が。だからスパイ防止法なんかできるわけないんですよ。スパイがなんで自分たちのスパイ防止を作るんだって。ね。ということで、今日はですね、何か書きますけども、じゃいつもやってる通りですね、恒例の最初のところで歌を勉強、練習しましょう。明治6年に、要するに、祝祭日というのが決まりまして、明治26年にはですね、祝祭日にこの歌を歌いなさいっていうので、8つの歌がですね、唱歌が決まった。ね。そして、昭和2年に明治節が追加になりまして、次第節ということになりまして、この次第節、小学校は、の児童生徒はですね、中学校、学校に行って、先生が法案殿から校長先生が教育勅語を取ってきて、そこでみんなの前で読んで、それで紅白饅頭をもらって帰ると。これが次第節なんですね。で、今日はですね、私ね、勘違いしましてね、天長節が近いから天長節の歌を歌いましょうって、ね、準備したんだけど、考えたら天長節って今月じゃないのね。今頃気がついたんだけど、12月23日だと思ってたんだけど、2月23日だね。うちの女房なんか4月25日だと思ってるんだよね。ちょっとひどい話でね。まあそれは置いといて、今日は、ですから一番近いのは1月1日だけど、この歌は皆さんご存知ですよね。土地の初めのため人という。だから今日は2月11日の紀元節のね、歌を練習したいなと思います。これ作詞したのがですね、高崎正和という人なんですよ。こんな偉そうな人なんだけど、この人は、紀元節の歌、漢楽の歌っていうのがあって、ね、作曲奥義井さんで、水くかばねという曲も作曲してる、作詞してるんですよ。水くかばねね、これこの前聞いたかな、水くかばねってね、とてもいい曲ですね。戦前はですね、海浮かばっていうのは皆さん方、実はあれ昭和12年にできた曲なんですよ。だから、その前の戦争で亡くなった方にはですね、海浮かばやっても前の英霊は知らないわけさ。だから、前の戦争で亡くなった方は、この3つの曲でね、お慰めしてるんですよね。水浮かばね、命を捨てて、国の沈め、この3つの曲です。で、この曲知らないっていう方いらっしゃらない、まあ、多分聞いたことあると思いますよ。例えば、春夏のですね、千鳥ヶ淵戦没者墓園のですね、慰霊祭があるんですけども、あの時に自衛隊のですね、陸海空三自衛隊の軍楽隊がですね、来てですね、秋篠宮様も来られるんですけども、あの時にこの曲でお亡くなりするんですね。水かかわない命を捨て、それから靖国神社のですね、春秋の例大祭ありますでしょ、あの時もこれでお亡くなりします。靖国神社で祀られている御祭神は大東戦争しない時点とは限りませんからね、海浮かばできる前からの英霊もいらっしゃいますんで、こういった曲でお亡くなりしているわけでございます。さて、作曲はですね、これ伊沢修司って人なんですよ。で、まあ、この人はですね、まあ、こういう曲を作曲してるんですけれども、この方はですね、文部省の超偉い人だったんですよ。で、逸話がありまして、この人は文部省の学部局長かなんかでね、すごい偉かったんだけど、台湾の、その、台湾人の子供たちの教育に熱心で、台湾に行っちゃったんですよ。でそこでですね、台湾人の子供たちを教えてたんだけど、この事件があるでしょ、ご存知ですか、シザンガン事件。でこれ要するに、日清戦争で台湾を日本が占領して、ところがそれにマスローバーの人たちがいたわけだな、その人たちが反乱を起こしてですね、とかいろいろあって、要するにこのシザンガンというところで日本が学校を作ったんだけど、この学校の先生を6人襲って皆
首切られちゃったんですよ。これ資産害事件って有名な事件なんですけどね。でこの中に伊沢修司もいてですね、殺されるはずだったんだけど、たまたまですね、この北白川義久親王様がその台湾征伐軍のですね総司令官だったわけです。ところが台南っていうところでですね病気で亡くなっちゃうわけですよ。皇居されるんですよ。で遺骸、ご遺骸をですね、棺をですね東京に送り返さなきゃいけない。その時に伊沢修司はこの棺に付き添って東京に帰ったんですよ。その時に残った6人がですね皆殺しになったんですよ。だからこの伊沢さんって方はもう本当に九死に一生を得たわけですね。でこの資産難事件のですね人たちは日本でもね慰霊祭っていうのね今でもやってる方もちゃんといらっしゃいます。この北白川義久親王のこの銅像はどこにあるでしょうか。見たことある人いらっしゃいますか。そうだ、締めて、はいどうぞ。渡辺さん、昔の大本営だったと思います。昔の大本営、正解ですね。北の丸公園、北の丸公園だけど、昔の大本営じゃなくて近衛師団、近衛師団のこの人近衛師団長だったと思うんですから、近衛師団の建物がありましたでしょ。今でもありますけども、あの建物の前にこの立派な北白川義久親王の銅像が立っています。これ作ったのは新海武太郎というですね人でね、でもういきなり脱線しちゃっていいかな、この話は私もう何十回もしたから知ってる人いますいると思いますけど、新海武太郎って人はですね二等兵で軍隊入ったんですよ。で二等兵で入ったんだけどどうもうだつながらないんで、ね、試験受けて可視官だろうかと言ってですね試験を受けたら怒っちゃったんですね。でがっかりしてですねもう泣きながらですねしょうがないからというんで趣味のね彫刻を涙ながらやってたんですよね。そしたらね上官がですね、お前なんだそれ、もう生きてるみたいなね、なんか一休さんのネズミねみたいにね生きてるみたいじゃないか、お前ね軍隊なんかいないでねこの道に進めと言って、この道に進んでなんとねヨーロッパに留学して帰ってきて、その時の自分が二等兵の時の師団長の銅像を作ったんですよ。新海武太郎、他にもねいろいろ作ってますけどね。いや人間の運命って面白いんですよね。この人試験受かってたらさ、ただの下級士官で終わってましたよ。いや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 、もうね、ということで早速話脱線ばかりしてますけども、さてということで今日はこの高崎政府を作詞、伊沢修司作曲の紀元節の歌を練習いたしましょう。紀元節については清涼会館でチラシ配られたのかな、まあ後で配りますんで、やりますから、そこで集まって皆さんねそのこの歌を歌いましょう。じゃあお願いします。
進歩史観、マルクス主義史観、自虐史観、戦勝国史観、東京裁判史観、歴史修正主義、広告史観、修馬史観、陰謀史観、いろいろありますよね。いっぱいありますね。こういうのありますね。犯人見つけ史観という。一生懸命勉強してですね、歴史を学んで、犯人はこいつだ、こいつは悪かったんだ、という方がいらっしゃる。裏読み史観、何でも裏がある。これも困りますよ、すごく。何言ったって君それは裏があるんだよって言われるとそうかと思う。君は知らないだけだって言われると困っちゃうんだよね。口頭無形史観というのがあるの、口頭無形。平成15年にアメリカのスタンフォード大学のアジア歴史研究所ではこういうこと言ってます。歴史は中国ではプロパガンダだ、政治的な宣伝だ、韓国ではファンタジーだ、いや韓国は頑張って日本を退治したんだ、やってたんだ、こういうファンタジー、まあいいでしょ。日本ではエンタメなんですよ。これは僕が言ってるんですよ。僕が言ってる。こっから僕が言ってる。エンタメまたは自分をよく見せて相手にマウントする喜びを得る。日本ではね。これは歴史なんですよ。日本では歴史はエンタメで、娯楽、気晴らし。だからどれほど別の事実を突きつけられても見ないし、見えないし、変えません。例えば、いつも言いますけど、甘党はどれほど砂糖の弊害を解かれても事実を突きつけられて、あなた体重がこんだけ増えたよと言われても必ずおはぎは食べ続けるね。この前ですね、私家にですねトレーの栗蒸し羊羹を買って帰ったんですよ、ね、でどうだ見ろただね、うちの家内怒りましてね、あんた何考えてんの、私がダイエットやってるの知ってるでしょって、こんなもん買ってんじゃないってふざけんなって、ものすごい怒られちゃいまして、で、2、3日してからね、じゃあ、あの栗蒸し羊羹食べなきゃいけないなと思って冷蔵庫開けたのよ。そしたらね、もう羊羹の上にね、食べるなんて紙が貼ってるんだって何なんだってね。当時の人々は真剣に一寸先の闇の世界を手探りで必死に決断し実行して生きてきた。翻って我々は過去の全てを知っています。過去に生きた人々にとっては、神様のような高い位置にいるんですよ。その高みから過去の人々を見下ろして愚かさを笑うのは容易し楽しい。ね、ノキバレスケ、あいつはバカだね、山本磯野くん、とんでもない野郎だね、あいつは靖国神社に祀られてるのけしからん、外せとかね言ってる、いや、いますよ、言ってる人、本当にいるんだよね。これ気持ちいいですよ、すごく。こんな楽しい酒ないですよ、エンタメだから。歴史という草原には事実という植物が一本入って、その周囲にはよく似た真実という雑草がたくさん入る。事実を知りたい人はその雑草の林に入り込んで自分の一番気に入った真実という雑草を摘んできて喜んで
これが死んでる人だと言って周りの人に宣伝する。これが歴史です。エンタメだから。過去を現在の常識で判断してはならない、批判してはならない。当時には当時の常識があったんだ。ね、私いつも言いますけども、慰安婦って別に悪いことじゃなかったわけですよ。ちゃんとね、芸将棋、釈夫、斡旋業者っていう、そういう職業があったんだ。行政、業界団体があったんだ。監督官庁、内務省が監督してたんだ。ね、自動車業界とか鉄鋼業界と同じように釈夫業界ってのがあったんですよ。別に悪いことしたわけじゃない。ただ戦争に行った時には内務省は行けないから、保健所も行けないから、軍が代わりにやっただけの話。それはそれは皆さんがご存じのとおりです。一級資料は必ずしも死にならず、ね、当時の体験者の談話は当てにならない。いや、これ困りますよ。本当に本当に軍隊に行ってきた人はですね、その人の言ってることが真実なのか、これ分からないですよ。一緒に行ったわけじゃないからね。お前ね、大東亜戦争を肯定するけどとんでもねえ、どんだけ俺たちが苦労したと思ってんだ、あんな戦争なんて二度とやっちゃいかん、憲法9条だって言われると困っちゃうんだよこれね。歴史的事実は一つしかない。しかし真実はそれを求める人の数だけ存在する。これ僕が言ったんですよ。ニーチェがこう言っている。事実というものは存在しない、存在するのは解釈だけである。事実は一つしかない、しかし真実はそれを求める人の数だけ存在する。これ僕が言ってる。比べては申し訳ないけどね。運動会の合唱は毎回言いますけど、しつこく言います。28米の永久戦犯が1928年昭和3年から昭和20年まで一貫して侵略戦争を共同防御し、計画実行者と有罪のシナリオを書きました。しかし日本の永久戦犯28名は共同防御どころかお互いに面識がない者や性的だった者さえ存在し、利害関係がバラバラだった。この28名がですね、この中に入ってわーわーわー言ってるうちにですね、ね、戦争になっちゃった。みんなが、おい危ねえぞ、このまま行ったら日米戦争って崖に落ちるぞ、押すな押すなって、いやいやもう押してないよ、俺は押してないんだ、いや何て言うんだってね、言ってるうちに崖から落っこちゃった。これが大東亜戦争と僕は思います。さて、私もですね、本当に少し鼻くそみたいに歴史を勉強してきてですね、いろいろなね、ことを最近思うんですよ。例えばですね、為政者は勝てると思う、かっこ誤解するから戦争を始める。負けると思う戦争を始める人は絶対ないんですよ、ね、例えばウクライナ戦争、プーチンはあっという間にね、ゼレンスキーを亡命すると。あいつはもともと芸人だから、ね、コメディアンだから戦争なんか好きねえから、あっという間に亡命すると思ってプーチンが入っていったらですね、何のことはね、誤解してたんだ。戦争は経済的利益または不利益の予防と領土的かっこ地政学的な利益以外では始まらない。よく玉上さんが言ってますよね、戦争は儲からなきゃ絶対やらねえんだと言ってました。まあ、僕はちょっと拡大してですね、儲からないのと王道の、ね、王道のしたら大変だから、その予防のために、例えばね、なんでね、第一次世界大戦ではるばる大西洋を渡ってアメリカが戦争行ったわけ、なんで第二次世界大戦でアメリカが大西洋を渡ってはるばる行ったわけ、なんでなんで一体。これやっぱりね、経済的な利益があったんですよ。どうしてシナ事変であんなにアメリカは蒋介石を応援したわけ。それがね、日本軍にざんざっぱでやられるね、かわいそうな中国の民衆に心から同情してやったのか。違いますよ。中国における利権が欲しかっただけの話なの。それを日本で捉えちゃうから何言ってんだって言っただけの話です。これまだ歴史は偶然の積み重ね、運命や歴史の法則なんてないんですよ。歴史の法則があってね、マルクス・レーニン主義でヘーゲルが一番だってね、法則によってどん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 動いていく。
いずれは社会主義、共産主義になるんだ、お前らは絶対首に、ね、縛り首してるからなんて昭和40年代だと言われましたよ、私。そんな法則なんかないんですよ。まして陰謀なんかない。偶然の積み重ねなんです。例えば、孝明天皇が天然痘にかからなかったら明治維新はなかったじゃないですか。これ最近僕はそう思うんですよ。明治維新。14代将軍家茂が大阪城で突然死んじゃった。第一次長州征伐は失敗した。幕府はぐらぐら揺るがいで。あれ、将軍家茂が知らなかったらどうなってるの？もっと遡れば、文禄慶長の役で、慶長の役の真っ最中に秀吉が死んじゃった。あれ知らなかったらどうなってるの？歴史は全く変わってますよね。もっと極端な話を言うと、秀吉がねね様との間に健康な男の子が5人いてみ、全く世の中変わってますよ。江戸幕府なんか絶対なかったですよね。偶然の積み重ねなんですよ。それからですね、為政者は今現在の事実を知ってから判断する。そんなに先を見通してことはできない。ずいぶん先を見通してやってるのかなと、ね、例えばさ、東南アジアを侵略するぞって言ってずっとやってきたのかって、違うんですよ。それは昔の政治も今も一緒ですよ。目の前のことしかないんだよ。例えば昭和15年にフランスがドイツに降伏したから普通に進駐した。どうですかこれ、違うって方いらっしゃいます？フランスがドイツに降伏しちゃってもう万歳しちゃったからフランスのインドシナって空白になってるじゃないですか。軍事力が空白になってるじゃないですか。日本が進駐したわけです。フランスが勝ってたらね、日本進駐してます？普通にしませんよ。普通フランスとかイギリスとかアメリカをバックに、ふざけんな日本、とんでもない進駐なさせるもんかい。ひょっとしたら日本は北に行ってたかもしれない。それはわかんない。例えば昭和16年の1月の時点でですね、日米戦争は誰一人予想してなかったんですよ。偉い人たちは。もちろんね、庶民のレベルで少年ジャンプとかね、そうじゃないけど、そういう冒険とかそういう雑誌があるじゃないですか。そういうのの中で日米戦うわっていうのがいっぱいあったと、これは。SF 書、SF もので。でも真剣に考えてた人は誰もいなかった。夢にも思ってなかった。それが、押すな押すなわーって言ってるうちにですね、真珠湾にちょっとこれ誰がわかります？アイザック・ニュートン、万有引力の法則。ね、これは僕が書いたのよ。高気圧から低気圧に向かって空気が流れている。だから風が吹く。なるほど。ねえ、万有引力の法則ですよ。水が高いところから低いところに流れるように空気も高気圧から低気圧に向かって流れるわけです。だから風が吹いてくるわけです。高度軍事国家かっこ強国から低次軍事国家弱国に空気が流れてくるんですよ。これが侵略なんですよ。または戦争なんですよ。軍事力の空白があるとそこに周辺から風が流れ込むんですよ。流れ込むんですよ。ね、バルカン半島でね、オスマントルコの力が弱くなった。ここで軍事力の空白が生まれた。これ早くやんなかったらロシアを抑えるぞ、イギリスを慌てていくぞ、戦争になるわけ、ね、だからニュートンの万有引力の法則がずっと続いてるわけでしょ。これから先も続くわけでしょ。同じようにこの法則はですね続くんですよ。憲法9条ができたからこの法則はもう使わないと。憲法9条があるからこんなことに なりませんと。ね、高気圧から低気圧に風は流れませんって言われても困っちゃうよね。まあ言ってる人もいるんですよ。だからこういうね、いくつかの法則を当てはめていくと歴史的な事実も全部分かってくるし、これから先も
ある程度予測できる。だから日本列島や南西諸島に軍事力の空白を作ってはいけないんですよ。いけないんですよ。空気が流れてきちゃうんですよ。ね。福島みずほさんが言ってるんですよ。沖縄から米軍もいなくなり、自衛隊もいなくなり、南西諸島を巨大な非武装地帯にするんだ。そしてそこからアジアに向け、世界に向け平和を発信するんだ。信じられないね。巨大な軍事力の空白ができるのよ、そこに。アジアに平和を発信する前にね、空気が流れ込んできますよ、これは。どこからか。西の方から。わかる。まあ、そうは言ってもね、私には歴史はわかりません。ね。ということで、今日はですね、まあ、本題に入りますけれども、この講座ももう何年もやってますけれども、なかなか昭和に入らなかった。昭和に入ってですね、やっと今度、昭和の御大典になった。即位の御大典、この前終わりましたでしょ。即位の御大典やりまして、その後やりたいんだけど、もうね、あまりにもその御大典が良すぎてですね、私ね、もうちょっとやりたいんだ、もうちょっと。それで、今回ですね、御大典を復習して次のところに入りますんで、まず御大典のフィルムをもう一回見てみましょう。お願いします。この旗ね、旗この前説明しましたでしょ、証の。昭和3年11月6日、天皇皇后両陛下は、三種の神器とともに皇居を後に京都へ向かわれた。天皇旗ですね、天皇陛下の旗。すでにこの日までの反政府的態度を取る人々は次々と検挙され留置されている。その数7000人余り。三・一号事件をはるかに上回る大検挙である。
左側に凱旋門みたいに見えるでしょ。東京駅にも名古屋駅にも京都駅もできた。
そこには世の人すべてが明るく平和に暮らせるようにという願いが込められています。
これ大乗っていうですね、大乗祭、京都御所の中にですね、とか隣に仙洞御所ってあるんですよ。でそこはね、あの空き地になってたんで、そこにですね、その大乗旗を建てたんですよね。令和の時もやりましたでしょ、かやぶき屋根でね、あれを京都御苑の京都御所の隣の時に建てたんですね。得意の絶頂でしょうね、皆さんね。俺は呼ばれたんだぞって顔してる。これ大乗旗の時にこの前ね、これね、今回の令和の時もちゃんとやってます。同じようなの今令和のこれのですね、フィルムがですね、皇居の三宮肖像館でやってますよ。これ令和の御代の、神武天皇陵ですね、奈良。仁孝天皇、孝明天皇の御参陵、これ京都にあります。明治天皇の御参陵ですね、伏見桃山御陵。これ後ろにくっついて歩いてるの、持ってるのは、これは賢治ですね、賢治。雨の村小室。はい、これでしょ。まだある。もうちょっとある。一般です。天皇が即位する時の即位式や、その後行われる大仁江の祭りなどの儀式をまとめて御大典と呼びます。この御大典に合わせ、戦前に全国の町で行われたのが御大典余興と呼ばれる催しです。特に大正天皇が短命だったため、昭和天皇の長命を祈って行われた昭和の御大典余興は各地とも盛大でした。倉敷では千年の寿命を持つといわれる鶴に扮した行列が絵抜き通りを練り歩きました。またこの当時の祭りに欠かせなかったのが芸者だんじりと呼ばれる出汁で、大型の出汁に大勢の芸者さんたちが三味線や太鼓を持って乗り込み行列を盛り上げます。この様子は笠岡で行われた余興でも見ることができます。はい、ありがとうございました。今おみこしが出たりですね、だんじりが出たり、出汁が出たりしてましたでしょ。でね、私長野の冬季オリンピックの時に長野にいたんですよ。あの閉会式の時ってすごかったですよ。もうありとあらゆるおみこしが出てですね、長野市民はですね、
半狂乱じゃなかったですね、もう全狂乱でしたね。もうすごかった。だから僕はこの五大戦っていうのは、夏のオリンピックと冬のオリンピックとワールドカップとですね、ラグビーの世界選手権が全部まとめて同じに来たったみたいなんですね。そんなような大興奮だったんじゃないかなというふうに想像しますよね。ちょっと振り返ってみますと、11月6日に東京駅を出発しまして、山北駅、沼津駅、静岡駅、浜松駅を過ぎて3時半に名古屋に着いて、さっきね、で名古屋離宮に、4時に到着されて、翌11月7日はですね、名古屋離宮をご出発されて、そして大垣駅、苗場駅を通って午後2時に京都駅へ着いた、ね、その時に京都駅にご到着の時に天皇陛下がですね、足を一歩京都に踏み出した瞬間にですね、大阪港、神戸港にいたですね、連合艦隊が高齢砲をドカン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 撃ったわけですね。そして10月8日は予行演習した。で9日はですね、京都在住の家族等に絵図をたまい、いよいよ本番10月10日朝決裁をすると。決裁、これ別に反抗するわけじゃないですよ、これ体を清める。で午前8時30分にお着替えになって、10時4分に竣工で、そして10時12分に賢所ご拝礼されて、午後1時頃にしぐれが降ったけども天皇位水曜と同時に晴れた。高見倉御頂台に登られてですね、直後を、天皇陛下直後呼ばれて、それに対して内閣総理大臣田中義一がですね、夜ごとを述べるんですね。大正天皇の時は誰が夜ごと述べたかご存知ですか。大正天皇の時、大正天皇の時はね、大隈重信だったんですよ。大隈重信さん片足がなかったでしょ。片足がないもんですからね、もうところ松葉杖つくわけにいかないんでね、これものすごく苦労したという話が残ってますね。まあそれちょっと置いていて、そして午後3時にですね、ちょうどに万歳参照したんですよ。この時に日本中で万歳した、日本中で。そして万歳三唱の後にですね、みんなで歌を歌ったんですよ、日本中で。それがこの大礼奉祝唱歌、これ前回も聞きましたけど、いい歌です。でもう一回聞きましょう。
して翌日ですね、10月11日はですね、大蔵さんの打ち合わせをやり、午後4時から、香炉禅の御法を切られてですね、春光殿に行かれる。で12日には神事もろもろやって一軒やり、13日に大蔵さんと、そして14日は3時56分にご帰還され、15日はまあいろんな人が越境に来るわけですね、拝謁にね。で16日に例のこの共演があったわけですね、大仏像があった、大仏像。そして17日が、動物学講話があって首相が越境し、そして午後共演があったんだけど、この時ですね、田中喜一首相はですね、狭心症の発作を起こしちゃったんです、総理大臣が。これ大事なところだ、皆さん覚えててくださいね、今日の話のポイントです。18日にはね、主として休養して、19日は神宮御神越、伊勢神宮ですよね。その時に総理大臣が具合悪かったと思うんですから、小川平吉鉄道大臣が宮司した。そして20日はですね、これ下宮ですね、ご拝礼された。その時に国の鎮めをラッパで吹いたというふうに記録が残っております、先ほどのね。で21日が皇太神宮にご拝礼になって、畑行列京都でご帰還になって、23日は梅火山、そして24日が仁孝天皇、孝明天皇の参列、千入寺って、これ京都駅の近くにあります。ちょっと待ってね、これね、なんでだったら天皇のねお墓なのにねお寺なんだい、不思議思いません？変だよねと。でこれはね、もうあの頃時代はですね、神仏混合してたんですよ。だから天皇皇族が出家して坊さんになるなんてのはね、別に当たり前だったわけだ。25日に伏見桃山御陵にご参拝、先ほどありましたね、そして賢所にご参拝されて、そして京都を出て名古屋に着き、名古屋を出て東京駅にお迎え14万人。すごいですよこれ、ね、4時13分に宮城に勧誘されて、28日神事があり、大正天皇の参領をご心配した。で玉五郎ですよ、八王子の。そして30日は全ての葬儀終了し、12月1日に田中首相が参内、2日に代々木連平場にて大礼官兵式。代々木連平場っていうのは、まあ要するに今の代々木公園かな、失礼しました。そして3日に在郷軍人会のパレードがあり、4日に観艦式があって、そして全ての行事が終わったわけでございます。これで皆さんね、ご体験は終わりで、ね、もう毎回毎回やってるとか、いつ終わるんだと思うかもしれないですけど、本当にこれで終わりますから。でいよいよ今日はですね、そのご体験の後の話になります。さて先ほどのですね、歴史観の続きになりますけれども、私はですねこう思うんですよ。第二次世界大戦とは一体何だったんだと。これはね、第一次世界大戦の続きだったんだ、続き。でこれはね、福田和也っていうね慶応の教授が言ってるんですけどね、まあ、僕もねそう思いますね。なるほど、日本は第一次世界大戦はちょこっとしかやらなかったけど、ヨーロッパ諸国は大変な戦争だったわけですね。それの要するに、なんていうの、リターンマッチみたいなもんですよ、ね、例えば野球で言うと第一次世界大戦が表で第二次世界大戦が裏みたいなもんですよ、ね、サッカーで言うと、第一次世界大戦が前半で第二次世界大戦が後半みたいなもんですよ、ヨーロッパにおいてはね。日本はそうじゃないから、なんとなくそんな感じしないんだけども、でもそうなんです。でね、そしてこれ、ここから先は僕のセリフ。第二次世界大戦を戦った全ての国の指導者、ドイツもイギリスもロシアもアメリカも日本も、脳みその中はですね、第一次世界大戦の教訓でいっぱいだった。それに、ついこの間の大戦争はどうだったのか、それにそれを考えたと思うんですよ。僕はね、前はね、あまりよく勉強してなかったもんですから、大東亜戦争、第二次世界大戦を戦った日本の指導者の頭の中は、みんな日露戦争だと思ったのよ。日露戦争。ね。でも、実はそうじゃなくて、
第一次世界大戦の教訓もがいっぱいだったんですね。考えてみてください。ヒトラーだって第一次世界大戦で戦ってるわけでしょ、誇張で。チャーチルだって戦ってるわけでしょ。もうみんな第一次世界大戦で戦ってるわけですよ。そのリターンマッチだったんです。第一次世界大戦ちょっと見てみましょうね。これ第一次世界大戦が始まる前ですよ。これドイツ帝国はここまでだったね。でオーストリア、ハンガリー帝国はこんなだったね。そしてオスマン帝国、これが当時の第一次世界大戦始まる前です。ロシア帝国があった。見てくださいね。帝国というのがドイツ、オーストリア、ハンガリー、まあハプスブルク系ですよね、オスマントルコ、ロシア、4つあった帝国ね。これに大日本帝国があった。大英帝国もあります。あ、大英帝国がある。いやでも大英帝国は、ね、あったけど、これ正式にはですね、大英帝国ってのはキングダムなんですよ。正式には、要するに自分たちがちょっとこう大きく見せるときに大英帝国ってブリティッシュエンパイアって言うんだけども、正式にはですね、これキングダムだって王国なんです。で、じゃあ帝国と王国どっちなんだって、これ話長くなるけど、まあ、ちょっと違うんですね。で、まあ、これはですね、バルカン半島の、バルカン半島っていうのは、まあ、これ要するにオスマン帝国があってですね、なんか少数民族がいっぱいいてですね、しょっちゅう独立運動やってるもんですから、この辺バルカン半島をヨーロッパの火薬庫と言ったわけですね。で、まあ、こういう戦争になっちゃったわけですけども、要するに連合国がこれでドイツが挟み撃ちになっちゃってね。それで、まあ、ドイツとオーストリアがくっついてですね、オスマントルコも一緒になって戦ったわけですよ。ここが同盟国だった、いわゆる枢軸国だったわけですよ、ね、で残念ながら負けちゃったわけですね。ここは残念かどうかとそれは別に関係ないけども、ここにソンムという激戦地があった。ソンムベルタンね、テレビウルトラマンになったでしょ、ベルタン星人。あれはバルタン星人関係ない。でね、こういう状況だったわけですけども、ドイツ、こういう戦争がいろいろあってですね、要するにドイツ帝国の領土だったところはですね、みんなエストニア、ラトビアとかでポーランドになっちゃった。ポーランドなんてなかったのにね。それでルーマニアとかね、なんだろういっぱい出てきてきて、オーストリア、ハンガリー、同じじゃないですか、ね、でオスマン帝国がなくなってしまう、こういう状況になっちゃったわけですよ。でじゃあ第一次世界大戦って何で起こったのって、どうして起こったんだ、まあ、これはオーストリアの皇太子ですね。これはサラエボというところでですね、皇太子が暗殺されちゃったわけですけども、この辺にあります、サラエボってとこあったら、ね、まあ、それがきっかけなんだけども、きっかけだけどもそれはあくまできっかけなんですよ。それでね、私ね、歴史というのは偶然の産物って言いましたでしょ。例えばこの時ですね、セルビア独立運動家たちはですね、オーストラリアの皇太子を暗殺しようと思って待ち構えてたんですよ。で爆弾投げたんですよ。ところがお付きの人の馬車に爆弾投げちゃったんで助かっちゃったわけね。それで帰り道に死んじゃった、その怪我したそのお付きの人たちをお見舞いに行こうってことなんだ、急遽。お見舞いに行こうと思って馬車が行ったらですね、道迷っちゃったんですよ。で道迷ってうろちょろしてたら偶然ですね、爆弾持った彼らがですね、なんだ皇太子暗殺しようと思ったらできなかったなってがっかりしながら、とうとう歩いちゃったと目の前に現れたんですよ。それでびっくりして、すぐに爆弾投げたのよ。それで死んじゃったの、2人とも。これ偶然でしょ、これ。もしこの時にオーストラリアの皇太子が死ななかったら戦争になったかどうかは分からないんですよ。僕が言うのは、歴史というのは偶然の産物の積み重ねだって。そしてベルダン、ソンム、大変な大悲劇になったわけですよ。もうフランスだのオランダだのベルギーだのですね、もう
焼きながらにしちゃったわけ。この時フランスは150万人死んだんだよね。すごかった。ドイツも偉い目にあったんです。ドイツも偉い目にあった。で結論はチェコスロバキア、オーストリアこんな小さくなっちゃってハンガリーと分割されちゃってチェコなんて国いなかったんだ、ね、ドイツはここまであったのに 今結論はロシア領になっちゃった。今現在もソ連ですよ。それで、ね、ちょっと話がありますけども、なぜ、ね、プーチンはウクライナを攻めたかというと、要するにここに直結したいんです。飛び地にケーリスベルグっていうですね、今ソ連が取ってるけど飛び地なんですよ。飛び地と直結したいの。直結されたらたまるもんかっていうんで、ね、リトアニアとポーランドは一生懸命ウクライナを応援してるわけですよね。さっきも言ったけど戦争というのは経済的な理由と地政学的な理由で起きる。ロシアは飛び地と接続したかった。ちょっと脱線しました。ウクライナ戦争でね、まあ、要するに大変な激戦になったわけですよ。毒ガスは出てくる、戦車は出てくるですね。もうね、もうありとあらゆる残虐なことになった。で、この戦争の結果どうなったか。結論、結果は、これ誰だかわかりますか？ロシア。ロシアです。ロマンフォートですね。ニコライ2世。これ、家族全員殺されたんですよ。家族全員殺されたんですよ。それでね、さっきね、この即位の御大典のパレードの時に前もってですね、危ないやつは社会主義共産主義者はですね、7000人と捕まえて刑務所牢屋に入れてたわけですよ。別に何も令状もない予防原則ですよ。今です、一人また単純予防原則なんて、ね、そうするとね、今考えると、いや日本の軍国主義者はひでえことやったなぁと。予防原則7000人かよ、ね、やっぱり日本の戦前は暗黒時代だ、真っ黒だ、とんでもねえと、戦争で負けてよかった、そう思いません？でもね、私に言わせればね、隣のついこの隣の大ロシア帝国のですよ、皇帝一族が全部皆殺しにされた。共産主義って恐ろしいな、ソ連ってとんでもない国だな。そのソ連と国境を接してたんですよ。国境を2カ所で、カラフトと朝鮮で、隣国だったんですよ。しかも大正14年かなんかに日本とソ連はですね、国交を樹立したわけさ。で、間宮に大使館ができた。何百人っていうスパイが来たんだよ。そのスパイに呼応するですね、日本の社会主義者、公式共産主義者が山ほどいたわけですよ。それで治安維持法を制定したわけさ。治安維持法を制定したってけしからん、日本の軍国主義者は民主主義の敵だ。いやいや、ちょっと待てよって。そういうことがあったんだ。どれだけ当時の日本がソ連という国を恐怖心を持ってたかという。これを忘れると、その後の行動が全くおかしくなっちゃうわけよ。この人どうなりました？これ誰ですか？このヒゲがすごいね、これ。カイゼルヒゲって。カイゼルヒゲ。これはね、ドイツ帝国の最後の皇帝、ウィリヘム2世。結局、ドイツ帝国が戦争に負けてですね、皇帝は亡命して、オランダに亡命してしまった。ドイツ帝国が滅びましたよ。ね、オーストリア・ハンガリー帝国、ハプスブルクのカール一世、これ名前一世だけども最後の皇帝です。滅びました。メフメト6世、オスマン帝国の最後の皇帝です。この人もね、これはイギリスの船でもってイタリアのどっかに亡命するときに、船に乗るときの写真です。見送り受けて
第一次世界大戦でドイツ帝国、ロシア帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、そしてオスマン帝国、ミノホンダ、そして第二次世界大戦では大日本帝国も滅んだ。私ね、この写真見てね、あるそのテレビニュースを思い出したんですよ。パーレビって覚えてません？パーレビ国王って、イラン革命で、ホメイニ革命で、あの時ね、僕も30歳ぐらいだったかな、パーレビ国王亡命ってテレビニュースやったんですよ。だからね、あのテヘランの空港からパーレビ国王がこうやってね、こう空港からこう、なんていうの、その空港のからその飛行機に行く道があるじゃないですか、タラップってなんていうのかね。そしたらこの兵隊がですね、パリビ国を見送るわけですよね。この兵隊がですね、突然ですね、歩いてきたそのパリビ国王のね、足元にバッて伸び出してですね、その靴にキスしたんです。あれ、僕はびっくりしましたね。それでパリビ国王が、いやいやいや、ご苦労さんみたいな感じでですね、またその兵隊は敬礼してですね、お見送りしていった。なんか感動的なシーンだったんですよね。あの兵隊どうしたかなと、あんなテレビに映っちゃってね、後からホメイニが来て殺されちゃったんじゃないかなと心配になりましたけど、まあ、この写真見てですね、パーレビ国王を思い出しました。第一次世界大戦って大戦争だったんですよ。福田和也はですね、こう言ってるんですよ。第一次世界大戦というのは巨大な歴史の車がですね、ガーッとこう曲がったんだと。で、曲がってですね、曲がるとちょっとハンドル元に戻すでしょ。あれが第二次世界大戦になっちゃう。そんな、そのくらい第一次と第二次は違うってわけですよ。日本ではね、第二次の方が全然大きいやだけど。さて、この第一次世界大戦で、先ほど言ったけど、ベルダンとソングとかね、もうフランス、ベルギーあたりはですね、ものすごいその、あれになっちゃったわけよ。瓦礫の山になっちゃったわけよ。で、この時に、大正10年に、まだ戦争が終わってですね、まだ余人冷めやらぬ時に、時の皇太子殿下、後の昭和天皇がヨーロッパを訪問したわけですよね。で、その戦場も全部歩きました。ここでやりましたね、一回このことでね。その時に、そのあまりの悲惨さにですね、もうその天皇陛下、皇太子殿下のお車が行くところにですね、もう瓦礫の山でね、子供の乞食とですね、未亡人と、あと十字架のお墓の、てぇー、なんて悲惨なんだって。昭和天皇は、ものすごく平和主義者になったけど、その平和主義者になったその遡ったところは、僕はそこが原体験、もろに戦場を見てきたというね。やっぱり人間は体験というのはやっぱすごい大きいですよ。これが大正10年だと。この大正10年に、まあ、昭和天皇は春5月6月だったんだけども、10月にドイツのそのソングとかベルダンに近いところのですね、バーデンバーデンというところにですね、3人のエリート軍人が集まったんです。3人とも陸軍士官学校の同期だった。小畑敏郎、永田哲也、岡村康次、バーデンバーデン、ドイツ。これバーデンというのはね、バス、お風呂って意味なんですよ。温泉地だ。行ったことある人います？東郷先生いらっしゃる？あれ、誰が手が出たの？バーデンバーデン、どうだろう。あの、日本にもありますけどね、バーデンバーデンっていう温泉が、あの、なんていうの、その、沸かしたお風呂が、まあ、それは置いといて、ここに集まってですね、これがですね、有名なですね、バーデンバーデンの誓い、または密約っていうんですよ。で、この3人の陸軍軍人、超ウルトラエリートですけども、この3人のウルトラエリートがですね、3人でですね、誓ったわけだ。どうしちゃったの？ね？軍が日本の
政治を支配して軍国主義国家にしてアジアを侵略してね、三雑把の皆殺しにして最後は日本自身も焼け野原にしてやろうというふうに誓ったんじゃないですよ皆さん。違いますよ。彼らが誓ったのはね、このヨーロッパのこの惨状を見ろと、負けた国を見ろとね、負けた国はロシアの皇帝は皆殺し、絶対に、ね、これからの戦争はヨーロッパのね、中世の戦争っていうのは負けても王様残ってるわけ、別にそうでしょ。ところがもう王様も残れない、大変なことになっちゃう、絶対に負けられない、民衆はね、もうね、何百万という未亡人と戦災孤児が生まれて瓦礫の山になって、そういうふうにならないように何とか日本をねしていこうというふうに誓ったのがバーデン・バーデンの誓いなんですよ。だからよくね、軍がね、こうだってみんな言うけども、悪かったみたいに言うけども、じゃあ 軍隊の人たち、軍人は日本をどこに持ってこうとしたわけ？どこに持ってこうとしたの？これは日本を要するに瓦礫の山にしないと。そのためにどうしたらいいのかという、それをいろいろやった。まあこの3人結局決裂したんだけどね。最後の岡村康生さんという方はこれ、陸軍大将になって確かミズーリ号でサインした人ですよ、これね、重光守と一緒に参謀総長で軍を代表してでしたっけ、そこさん違いましたっけ、違いますか、ですね、梅津さん、そうそう、岡村康二は大将だったけどもそれじゃなかった、間違えた、梅津義次郎で失礼しました。まあ、いずれにしてもですね、まあ、長田哲さんはどうして殺されちゃうんですけども、僕はですね、戦前の日本を考えるときにこれを忘れてはいけないなと思うんですね。なぜ 軍はですね、あれほど強引に日本という国を引っ張っていこうとしたのか、それは日本を焼け野原にしようとしたんですか、違いますよね。ぼやぼやしてたら焼け野原になっちまうぞと、結局ぼやぼやして焼け野原になっちゃったじゃないですか、なっちゃうじゃないですか。例えば高度国防国家になってですね、ね、ありとあらゆる科学技術をですね、兵器の開発にですね投入してたら、日本が先に原爆を開発したかもしれないじゃないですか。そしたら広島長崎はなかったですよ。そうでしょう。日本が先にジェット機開発したかもしれないじゃないですか。ヒトラーは負けそうになった時にもう必死にジェット機の開発を急がしたんですよ。あれはジェット機が完成してたらですね、ひっくり返ってほしいね。プロペラ機とジェット機は比較にならないわけですからね。でも私は、その軍が悪かった、悪かったっていうと、それは負けたのは悪かったんだけど、じゃあ、もともと彼らの気持ちの中に日本は滅亡させてやろうと思ったわけじゃないんですよ。第一次世界大戦の教訓が頭にあってね、ああなっちゃいかんと。いうふうに思ったところに彼らの動機がある。さて昭和3年本題に戻りますけども、昭和3年に2月にですよ、この即位の御大典の年の2月ですよ、ね、普通選挙が行われて有権者が300万人だったのが一気に4倍増えた。でこの時に4倍増えたのにびっくりしたのはですね、なんとね、夢にも思わなかったね、社会大衆党とかですね、いわゆる左翼政党がバーッと出てきたんですよ。確かにそうですよね。今まで300万人っていう有権者というのはみんなある程度税金を払っているばっかりだから中産階級以上ですよ。ところが1円も税金払ったことないような人たちがずら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 っとですね、選挙権持ったわけだから、みんなですねそっち行っちゃったわけ。それで3月15日に共産党を一斉に検挙して、5月に西南事件があって三党出兵して、5月5日に田中首相はですね、天皇に解散事前承諾をもらいましたって言うんだけど、
天皇は解散事前承諾してなかったんですよね。それを天皇に会ってですね、解散事前承諾されたよと言って解散しようとしたわけだったから、田中首相は要するにそこでちょっと軽い嘘をついちゃったわけだよ。それが天皇陛下の耳に入ってですね、もともと田中首相は天皇陛下は嫌いだったの。なぜか、この人は自分がその政党の党首になるときに何億円、今の金で言うと何億円っていう金をですね、持参金で持ってきたんですよ。そうじゃなったんですよ。その持参金どこから持ってきたの？自分のポケットマネーじゃありえません。これは陸軍機密費だった。税金だった。とかね、それからですね、その少数与党だったんですよ。わかります？だから次の選挙の時絶対勝たなきゃいけないですよね。そのためにどうしたかというと、警察の幹部はみんな特会でですね、自分の味方にする。県知事もですね、半分特会だったんです。県知事も味方にする。で、いざ選挙になったら敵もですね、選挙違反をこんなやろこんなやろってみんな刑務所入れちゃうわけです。この時ですね、田中首相の右腕だった森閣っていう人がですね、裁判、司法大臣だったかな。総理、安心してください。奴らがね、当選したら、3分の2は僕がね、しょっぴいてね、留置場に入れてあげますから。え？それってひどいじゃない？私、今回の、なんか検察がなんかいろいろやってるでしょ？その、裏金だの、キックバックだの、ヘチマだのって、あれ一体何罪なんか知らないんだけど、そこまで大変なことなのって。なんか検察がね、張り切りすぎちゃってんじゃないのって。気がするんだけど、そんなもんじゃないの。昔はすごかったわけですよね。そして6月4日に張作霖爆発事件が起きるわけです。つまりもともと田中首相は昭和天皇に嫌われてたんだけど、この爆殺事件で大騒ぎになっちゃってね。でこの田中喜一ってのはじゃあどういう人なのかっていうとですね、この方はですね、面白いんですよ。実は私ね、先月萩に行ってきたんだ。萩生まれて初めて山口県で、萩に行ったらね、びっくりしたんだけど、これですよ。これ萩行ったらいろんな銅像がいっぱいあるわけ。そしたらね、なんと一番でかいのがこれ田中喜一なの。これうわー、びっくりしました。ど真ん中に。皆さん、あなた田中喜一あんま知らないでしょ。田中喜一って、それでね、見てこれ、田中この銅像の下ですよ。近代の軍人政治家男爵、藩主の加護垣だった。加護垣の田中家の三男として生まれたと。これ生まれた家が残ってるの、家の跡地だよ。これがね、まあ、うちの台所ぐらいしかないんだよ。本当に狭いところに、あ、これ加護垣の家だからしょうがねえなと。それがね、小学校の代表教員になって萩の乱に参加したわけですよ。これに前原一世ので、まあ頭角を現すわけだよな。そして陸士陸大に進学して陸軍大臣大将に進みて、また陸軍大臣になり、政友会総裁になって、さっき言ったけどね、総裁になるときにお金を山ほど積んで内閣総理大臣になり、外務大臣、高木大臣も兼任した。で、観光協会に行ったらですね、田中別邸なんていうのがあるって。パブレット、これパブレット僕がスキャンしてきましたよ。で、旧田中別邸ってのがあるんだ。これがね、すごいうちなんだ、これ。すごいうちなの。ちょっとよく見えないんだけど。で、建坪が100坪、敷地1000坪なんです。もともと萩のお殿様の、毛利のお殿様の別邸だった。うん、とね、この田中喜一っていうのは、籠垣の
過去書きの息子に生まれて最後とお殿様の別邸を買い取るんですよ。すごいね、これ。いや、私行きましたよ、これ。ね、ガイドのおっさんがですね、おじさんがね、もう何日かぶりに客が来たってびっくり喜んじゃって、ね、最後にみかんをたくさんお土産にくれたんです。ね、まあ、田中喜一、有名な田中上層文というのがあってですね、中国の制服には満蒙の制服が不可欠である。世界制服には中国の制服が不可欠である。日本による世界制服の計画書って田中メモランダム聞いたことあるでしょ。ね、田中上層部シオンの議定書って、ユダヤ人が世界を支配して全ての民をモーゼの終始ユダヤ教のために平服させるという内容と、これが東西二大辞書なんだけど、まあ、それを置いといて、まあ著作権爆発事件が起きた。そして、まあ、こういうことでこの前やりましたけども、河本大作っていう人がやった。ところが河本大作はですね、この時にクビになるんですけど、結論はね、結論予備役になって定職になって満鉄理事になって満州炭鉱の理事長になってる。ね、大出世しちゃうんです。最高顧問、最後は国軍とともに中共軍戦うけども中共軍の捕虜になって28年に戦死した死を、まあ非常にすごい運命ですよこの人ね。実行したのが遠宮兼夫大隊長、この方はシナ事変で亡くなる戦死、この方もペリリュートで亡くなる。この時ですね、要するに真犯人は河本大作だと、陸軍がやったと。いうことになると、その陸軍の軍人はこの人は命令もないのに勝手に隣の国の大元帥を殺しちゃったわけでしょ。これ大変なことじゃない。ちょっと考えてみてください皆さん。今自衛隊のね、どっかの連隊長が連隊を動かしてですね、頭くるからね、中国のね、あのなんだっけ、王毅とかいう外務大臣来た時にさ、爆発して殺されたとするじゃないですか、例えばよ、みたいなもんですよ、これ。これウルトラ大事件でしょ。で、これをですね、真相を公表したらどうなるかと、認めたらどうなります。これ中華民国が起こってですね、全ての日本は大陸から出てけとなるよね。諸外国もみんなそうだって言うよね。日清日露で戦った日本の権益は全部ゼロになりますよね。これ公表させちゃいかんと。ね、公表に反対人たち。もうこれはね、陸軍大臣だのね、ね、参謀総長だの、会議の皆様だのね、もうみんな絶対それ言っちゃいかん。誰がやったか分かんないことにしろって。ところが元老の西園寺金持はね、いや牧野内大臣や鈴木貫太郎侍従長は真相を明らかにした方がいいと、ここで河本大作を厳罰に処してね、世界中にいや悪いことした、でも犯人は死刑にしたというふうに言うべきだというふうにしておったわけですね。で、西園寺金持が田中喜一に、お前な、総理大臣より元老の方が偉いですからね、お前絶対にそれを公表しろよって。そしたら田中喜一のその閣僚たちとかもみんなが冗談で絶対に言っちゃいかんと、彼は板挟みになってですね、どうしようかって言うて、その御大典の最中ですね、悩んでそれで心臓発作が起きちゃった。このね、これ二人覚えてください。牧野真剣、鈴木貫太郎って。この二人は、8年後にどうなりました。正解ですね。さすが。226で
襲撃されましたね。12月24日ご大典が終わった後に田中首相は陛下に奏上した張作霖恩師事件には遺憾ながら帝国軍人が関係する者のごとく目下鋭意調査中でございます。もし事実なりせば法に照らして厳然たる処分を行う所存でございます、こういうわけですね。で、張作霖の息子はですね、お父さん殺されたもんだから怒っちゃってですね、10月29日はですね、今まで自分は五色旗でね立ててて、中華民国の中でも北方の方のね、遠征街の系列の方の旗立ててたのに、孫文じゃねえや、めちゃった蒋介石の旗をね立てるふうに旗変えたわけですよ。これでそれを旗を変えるんで駅史という有名な話ですからね。これ映画にも出てきますよ、日本の映画でもね、大東亜戦争とかそういう映画にですね、五色旗がスルスルスルと起こってですね、中華民国の青天白日がスルスルスルと上がるというですね映画になってますけども、で、まあ内大臣というのはこういうあれなんですけども、張作霖、そして12月にですね、小川平吉は鉄道大臣は田中義一首相を訪問して真相公表を反対する、張学良が廃藩する、諸外国は学良を支持して国民党は満州から全日本軍撤退を要求し、日清日露の交結はですね水泡の決じゃないかと、反対したのが小川鉄道大臣、久原鄭伸大臣、白川陸軍大臣、鈴木総力参謀総長、官員の宮古田出身の上原優作元帥、上原優作元帥、もうみんな反対しちゃった。田中喜一は困りましたね。天皇陛下には真相は公表しますよ、厳正に処分しますよと言って、みんなは冗談じゃない、そのことしたら大変なことになっちゃうよ、こうだなっちゃうよ、日清日露の交結は水泡に消すじゃないか。だから考えたら、この河本大作って人は大変なことやっちゃったわけだよね。まあいい悪いは別にしてですよ、大事件だったね。この頃の時代背景をちょっとまあお話ししますと、第一次世界大戦が終わってですね、軍備縮小の時代に入ったわけだ。で、軍縮になると軍人軽視になる、ね、だから軍人になる人はいなくなっちゃって、軍人がですね、将校がですね、軍刀を下げて電車に乗るとね、周りの人からこんな軍刀なんか下げてやがって邪魔でしょうがねえやんって聞こえよがしに言われるような時代になっちゃったんですよ。今と一緒ですよね。金券ばっこ、例えばね、民政党は三井が持ってるみたいなもんだ、政友会は三菱が持ってるもんだ、西園寺金持ち、元老西園寺金持ちがですね、大磯の方にね座標層っていう大きな家持ってるんですよ。もう数寄屋建築の水を凝らしたらもう大変なお屋敷、さすが元老西園寺金持ち、自分は一円も出してない、全部住友財閥が出してる、それが当たり前の時代だったんです。それから日本人は慢心してたと、なんとね、日本がね五大国になっちゃった、生糸とお茶しか輸出するものがないのにね、五大国になってですね、国連のね常任理事国になっちゃった。それからね、明治維新以来の日本の思想の二大潮流だった。一つはフランス革命以来の自由民主デモクラシー、英米派、福沢諭吉とか大隈、板垣による政党政治。二番がドイツ軍閥政治を見習う山形有朋系陸軍軍閥。これが争ってたわけです、思想的にね。でね、この後10年ぐらいしてですね、昭和3年でしょ、これが。昭和7、8年ぐらいになってくるとどうなったかと言いますと、要するにまた第二次欧州大戦が起きるんじゃないかという状況になってきますよね。その時に日本は真っ二つで割れたんですよ。第一次世界大戦で負けた方はどうなったんだ、
負けた方についた人はどうなったんだ。絶対に今度は勝つ方に、今度も勝つ方につかなきゃいけない。そうですよね。そうでしょ。天下分け目の戦争の時にですよ、勝つ方につかなくてどうするわけ。関ヶ原の戦いで負ける方についてどうなりました。ね、石田三成についてはもうどうなっちゃったの。加藤についてはどうだったの。あの時に、ね、大名の中はですね、みんなですね、もう口論をつばく大激論してですね、いやいや東につくべきだ西につくべきだ、それは勝つ方はどっちが勝つかってことですよ。西についた方が偉いみたいなんでしょ。戊辰戦争で官軍につくか徳川につくか大激論だったじゃないですか。大激論で結局徳川についた方どうなりました。会津どうなっちゃった。賊軍になって偉いみたいになっちゃったでしょ。第一次世界大戦で天下分けの世界大戦で負けた方についた方どうなっちゃいました。ドイツはどうなったか、フランスはどうなっちゃったか、まあ、フランスは勝ったんだけど一応戦場になったから。だから私はね、日本の大東亜戦争になった経緯はいろいろあるけれども、この視点を忘れちゃいけないと思うの。日本はどっちにつこうかと激しく悩んで、今度はドイツが勝つというふうに言った人たちがいるわけさ。ね、有名なのはあの大島ドイツ大使ですよね。でしたっけ、ドイツ大使ですよね。ね、絶対につけはドイツが勝つぞ、だから日本はドイツにつけっていう人たち。いや、今度も英米が勝つ、絶対にイギリスに離れちゃダメだと言ってたのが重光守ですよね。どうぞですね。真っ二つに分かれたんですよ。どっちが正しかった、それはね、今歴史を僕らは知ってるから分かるけども、当時の人たちは必死だったわけだ。必死に考えて考えに考えて、今度はドイツが勝つぞ、ドイツにつけ、この視点を忘れるとなぜ日本が戦ったかって分からなくなっちゃうんですよ。それから当時のですね、猛烈な人口爆発があったんだね、これね。それで農家の次男三男は食えなくなっちゃった。どうしたらいいの。結局ね、力の空白があった満州に出ていくしかなかったんですよ。風が強い方から弱い方に吹く、高気圧から低気圧に流れていく、当然じゃないですか。だからよく言われますね、満州はね侵略じゃないって言うけど、私は侵略でいいと思う。侵略ですよ。気圧が高い方から低い方に流れたんですよ。当たり前じゃないか、当然だと。満州に日本入ってなかったら誰が入ってくるんだ一体でしょ。ものすごいその生活が苦しかったわけだね。でどうしたらいいかって時に、軍人がモデルにしたのが一種の変ですよ。一種の変、これ首が飛んでるでしょ、これ誰の首ですよこれ、ね、蘇我雄かの首が飛んでしょ首が時に飛んでですね、なんか怒ったところになんか火が立ってますよね。それからですね、もう一つね、その軍人が威張ってたと思うでしょ、戦前は。そう思いますよね、みんなそう思ってね、軍人が威張ってたって、これ威張ってたのはほんの一時だけなんですよ。ものすごいみんなね、しょんぼりしてたわけ。なぜか言うとですね、例えばね、昭和10年当時のですね、A さん、B さん、C さんのですね、年収を比べていた。これ極めて面白い資料なんだよ。昭和10年、当時39歳の A さん、B さん、C さん。A さんは東京帝大卒。商工省、キャリア官僚だね、商工省商務局長。
高等官2等、将校位、年俸4300円。B さん、東京帝大卒、東京帝大教授、高等官2等、同じだね。将校位、これも同じだね。1650円。それにプラス1600円以下の職務手当がついたけど、まあ仮にこれを1000円とするよね。そうすると2600円だな。4300円。全然高いじゃないですか。C さん、陸士陸大卒。39歳で砲兵少佐。三歩本部部員。これ偉いですよ、これ。ね、三歩元素つけてさ、ハンバーと。くしゃー、右って言われた。ね。高等官5等ですよ。2等と5等。で、年俸2330円。半分以下じゃないですか。半分で。つまり、軍人は、電車に乗ればね、サーベルが邪魔だと言われて、で、陸士陸大でウルトラエリート、俺たちは東京帝大のやつでも頭いいんだと、思ってるのに、この待遇、これはね、軍人はね、ものすごく不満だったんですよ。軍人をあまりにもね、武力を持ってる人をあまりにも軽蔑したり蔑んだり待遇悪くするとどうなりましたか。どうなったか。その後、226事件とか515事件起きたんですね。だから軍人をあまりにもね、差別しちゃいかんのだというふうに僕はね、三島由紀夫先生から自衛隊で聞きましたよ。この耳で、そのうちに大変なことになるぞ。その大変なことを期待してるんだ、僕はものすごく待ってましたって思ったんだけど、結局爆発しなかったですね。つまりね、戦前は軍人が威張ってたんじゃなくて、軍縮であまりにも惨めだったからね、結局彼らの不満が昭和になって盛り上がってきたという面もあったんですよ。ね、前も言いましたけど、後藤田正治、これ大蔵省の時にね、兵隊に取られて二等兵になっちゃった。ね、上等兵がね、後藤田に投票をぶん殴ろうとしたら、伍長がちょっと待て、お前こいつはな、連隊長と同僚上なんだぞ。え、もう振り上げた原稿つが止まっちゃった。後藤だ、殴られると思ったら殴られない。それでどうなったと思います。ちょっと余談ですけど、後藤だは結局軍隊で一発も殴られなかったんですよね。高等官が殴る必要はませんよ。そうすると他の仲間の兵隊たちがね、みんなね、仲間外れになっちゃった。あ、こいつはね、軍隊で仲間外れ一人ぼっちになってみる。こんな辛いことはないですよ。仲間が専用がいて、お前こうしなきゃダメだと、こうすればうまく殴られないで済むぞとかね、要領教えてくれない頃は、もうものすごく孤独で辛かったんですよ。ボコボコに殴られた方がよかったんだよ。だからこの男はね、腹の底から軍を恨んでたんですよ。腹の底の底の底から軍を恨んでたから、どんなことがあっても自衛憲法改正に反対してですね、自衛隊のままにさしておこう、しておこうと。内務官僚だしね。というのがね、この男の本性なんですよ。ある人が言ってましたね、こいつは人類じゃないんだ。なんだ、官類だと。もう生まれたこの方のもう役人ですよね。まあ、ちょっと脱線しましたけども、ということで時間も大幅に過ぎてたのだったんで、今日はここまでで、ですね、なんかちょっと全然終わらなかったんだけど、でね、まあ、お手元に配りましたけども、2月のですね、あ、違う、12月の17日、今週の日曜日にこういうのやりますんで、私本を出しました。こういう本ですね。で、
もうすでにお呼びの方もいらっしゃいましてね、超ウルトラ面白いって言われてます。でね、いろんなことを語ってます。三島先生のことが一緒、森田さんのことが一緒、朝鮮韓国のことが一緒、皇室のこととかね、それからその三宅復活とかね、そういうものもね、あってね、さまざまなことが書いてあってね、めちゃくちゃ面白い。それとね、僕この前台湾行ってたんだけど、台湾行ってね、僕はね、昭和天皇が行かれたところに行きたいなと思ってたらね、ちょうど昭和天皇が泊まられて屋上からお手を振った迎賓館でパーティーがあったんですよ。蔡英文さんの主催で呼ばれたのね。その時に一緒に行ってくれた女性が書いたね、この本、台湾の人たちが実は日本の建築を結構建ててますよっていうのがあるんですよ。意外に台湾人が、あの霞ヶ関ビラもそうなんだよね。意外なんで、僕建築大好きですからね。あ、皆さんね、よかったらまず17日に来てくださいね。そして17日はですね、本がね、行列になりますから、よかったら今日ね、事前にこれ買ってね、ちょっとでも読んできていただけるとよろしいかなというふうに思います。ちょっと時間オーバーしましたけども、皆さん ご清聴ありがとうございました。で、2月がですね、17日、15日か、ごめん間違えた。2月はですね、2月15日木曜日です。2月15日木曜日、ここだっけ、ここです、ここです。はい、じゃあここの場所でやりますんで、お越しいただきたいと思います。じゃあ、くれぐれもこの、あ、時間は13時30分、今日と一緒です。今日と一緒、場所も時間も一緒です。ということで、じゃあ、これよろしくお願いします。以上です。先生、ありがとうございました。皆さん、盛大な拍手をお願いします。ちょっとね、私、一言最近思うことがあります。今、イスラエルとガザが大変なことになってまして、私は、イギリスとアメリカに仲間がいまして、結構いろいろ情報が来るんですけども、日本はすごくマスコミが悪い国、もう貧しくて、年金生活者も、なんていうんですかね、政府が悪いって言ってますけども、アメリカはもうサンフランシスコとか、ロサンゼルスとかニューヨーク、もう本当に道路にホームレスがあふれて、泥棒は、特に西海岸なんかは、15万ぐらいまでは罪にならないので、もう本当サンフランシスコのお店が全部閉まっちゃってる状況なんです。でイギリスも私はちょっと住んでたことあるんですけど、今はもうイスラムの移民で、もちろんね、大変なことになってます。パリも大変なことです。で日本はなんだかんだ言って本当に安全で素晴らしい国なんですよね。で私はやっぱりこれは先人の方たちの苦労の賜物で、これをね、私は子供はいないんですけども、50年100年先も日本人が誇らしげにね、自分の国を生きていけるように、やっぱり今私たちが大人が頑張っていけたらと思うので、皆さんも良いお年をで、本当にまた来年お元気でお会いしましょう。今年1年ありがとうございました。先生にもう一度お願いします。ですね、いつも映像をやってくださっている福住様にも拍手をお願いします。では皆様来年もよろしくお願いいたします。お気をつけてお帰りください。良いお年をお迎えください。